8月14日夜の羽田国際空港へミスユニバース小島明子さんが帰ってきました。空港始まって以来という賑やかな歓迎陣に取り囲まれながら、お母さんや友人たちとの待ちわびた対面です。まだ夢のような気持ちですと語る世界一の美女小島さんを一目見ようという見物人で、空港ロビーは大混雑。嬉しい悲鳴を上げてのミスユニバース帰国第一夜でした。